時空政府の見解によると、今回の、まあ、日経平均の大幅な下落というのは、残念ながら時空テロリストによる犯行でほぼ間違いないという連絡が入ったということが、主な原因、今回日経平均がかなり下がったじゃないですか。で、慌てふためいてね、まあ、狼狽売りが、まあ、立て続けに起こっているということでね、多分すぐ持ち直すとは思いますけど、まあ、どうなるか分かりませんね。チャートというのは人間の心理が現れたものですから、まあいいです。それでね、どういう経緯で今回日経平均が下落したのかというと、まあおそらくではありますけど、まあ大体まあ合ってると思いますけど、まあ現政府内の誰かしらに憑依をして、そしてそのものが、まあ日銀の総裁である植田和男総裁に今度は憑依、また憑依したのかなと思ったんだけれども、憑依ではなく脅しをかけたということ、利上げしなければどうなるかわかるかみたいな感じで脅しをかけて、で、苦渋の選択で今回日銀の総裁である植田和男というのは、苦渋の選択の上で利上げを決行したということ、おそらく家族が人質に囚われていたのであろうと考えているということだ。よって今回の日経平均の大暴落というのは明らかに時空テロリストによる犯行でほぼ間違いないということだな。まあ起こったことは仕方がないということでね、先輩方はね、どういった対応をすればいいのかというのをね、まあ考えていらっしゃると思いますけど、まあ株価の、まあ株価というのは、まあこれはもう本当さっきも少し言いましたけど、基本的な、本当に基本的なことではありますけど、株価というのは心理状態が現れたものなんですよ。だからまあ各メディアというのが、まあ、利上げということで、まあ煽ってね、それを見た、まあ、投資家の方々、まあ、例えば今年からNISAを始めた方々というのは慌てふためくわけですよ。どうなると、利上げってどうなる、やばいんじゃないの、大変じゃないの、大損するんじゃないのみたいな感じになるわけですよ。だからね、報道でも言っていたと思いますけど、証券会社に問い合わせの電話というのが殺到しているらしいじゃないですか。まあ、とんでもない状況になっているということじゃないですか。例えばね、その例えば証券会社に電話をして今後どうなりますかという問い合わせというのが殺到しているらしいんですよ。うん、他にもね、NISAを契約をして、株価を持っていますけど、これは全てなかったことにできないんですかという、問い合わせも多いらしいですよ。もう全てなかったことにしてくれということを、まあお願いしている人というのもね、まあいらっしゃるようなんですよ。他にもね、まあ普通にね、全部売り払う、もうに新人さんなんてもうまっぴらごめん、もうとんでもない、もう恐怖だ、もう罠だと、政府の罠だと、儲かると聞いて始めたんだけどとんでもないじゃないかみたいな感じでね、まあ怒り狂ってね、まあ証券会社に問い合わせをしてね、もう元に戻せ、もうそっくりそのまま始める前の金額というのを私によこせみたいな感じでね、まあ苦情の電話というのもね、殺到しているらしいんだけども、まあこれも先輩方にね、何度も言ってると思いますけど、投資というのは自己責任なんですよ。うん、そしてね、投資というのはね、もう何度も言いますけどね、短期ではなくてね、短期はもう投機ですからね。短期、例えばデイトレとかスイングとかね、週間でやるやつとかね、あと10日程度でやるやつとか、1ヶ月2ヶ月ぐらいの短期というのはもう全て投機と考えていてください。投資というのはもう5年以上とか10年以上とか、よく考えて長いスパンでまあやるのが投資であってね、まあこんなね、例えば10年20年15年ぐらいの長いスパンで見てね、その投資というのをね、まあ、やっている人から見たらね、こんな下げというのはね、今後も何十回も続くわけですよ。そしてこう長い投資をやっている人というのはね、こんな下げというのをね、何十回も経験しているわけですよ。だから今騒いでいる人というのはね、面白がって騒いでいる人であれば、長い投資をやってる人でね、そのなんていうの、売り煽りで、その慌てふためいている人というのを面白がっている人だとか、あとは本気で怖がっている人、例えば新NISAから始めた、まあなんていうのかな、初心者投資者の方々というのは、もう、あれですよ、恐怖ですよ。
もういても立ってもいられない状態で、ですからもう全部売り払う、これを狼狽売りというんです。もうどうしようもない、もう怖い怖い、もうどうしようどうしようみたいな感じで、あ、なんかの本で書いてあった損切りっていうのはこれなんだみたいな感じで、全部売り払えみたいな感じで、例えば人によってはね、何十万何百万損をして、まあ、きっぱりやめる人というのが続出しているわけですよ。その心理状態が、まあ、例えば日経平均に数値として現れているということなんですね。これね、あの基本的なことなんですけどね、もうなんていうのかな、初心に帰ってだとか、なんて言えばいいのかな、あのもう一回言いますけどね、チャートってあるじゃないですか。もうありとあらゆる株のチャート、例えば日経平均だとか SP500 とかナスダックとかダウとか、チャートっていうのがあるでしょう。あのチャートというのは人の心理状態が現れているわけですからね。例えばドーンと落ち込んだから、この株というのは業績が悪くなったんだではなくてね、何かしらその悪い事件があって、で売り注文が殺到しているということで、まあ、人の心理状態というのがチャートに現れているということですからね。例えば今ねニュースで連日ね、その日経平均の大暴落というのが話題に、ね、取り上げられてね、それを見た投資家の人々、まあ、初心者の投資家の人々からね、あ、やばいやばい、俺の持っているのもやばいんじゃないのみたいな感じで煽られてね、心配になってね、恐怖に陥ってね、売りに出してね、それが日経平均につながっているということになります。人の心理状態がチャートとして現れているということですからね。ならばどうなるのか、今後というのはどうなるのかをよく考えてほしいんだけども、時間が経てばその恐怖心というのは落ち着くわけですよ、落ち着いたらどうなるのか、チャートが戻るわけですよ。チャートが戻るということはどうなるのか、別に損というのが発生しないわけですよ。本当なんていうのかな、本当シンプルな構図なんですよ、この株価のチャートというのはね。しかし慌てふためいてね、もうどうしようもない状態に切羽詰まった人というのは応存するということ、応存して終わるということ、退場するということ、引退するということ、もう真っ暗ごめんだ、もう騙されたみたいな感じで、投資に対して悪い印象を持ったまま終わってしまうということなんですね。もうなんていうのか、本当かわいそうだと思いますよ。誰もアドバイスしてくれる人というのがいなかったら、もうそれはそれで終わりなんですよ。だから新ニーサ、投資デビューだみたいな感じの人々というのが今現在苦しんでいる状態を、まあ、日経平均のチャートというのが表しているということも、だってこれで応存して引退する人って相当な数いらっしゃると思いますよ。本当かわいそうだなと思います。しかしね、これはね、もう先輩方にはね、2回ぐらい言ったことかなと、2、3回言ったんじゃないかなと思いますけど、私はね、あの日本株というのをね、一つも推奨していないわけですよ。未来人だからはっきり言っておきますけどね、日本株というのをね、買えって言ったことがないじゃないですか。なんでかというのをよく考えてほしいんだけども、こればっかりはね、まあ、自分法に抵触するから、あまり深いことというのは言えないわけですけど、日本株以外を推奨しております、私はね。だから例えばなんだけども、SP500 というのは今回のその日本の利上げで、まあ、落ち込むわけですよ。例えば SP500 ですよ。しかしこれ戻るわけですよ。もう一時的なんですよ。一時的な期間というのも人によってね、捉え方というのはね、違います。短かったり長かったり、私の場合はちょっと長めとだけ言っておきますけど、その間にね、例えばですよ。例えばですけど、年末までに、まあ、じわじわ回復するとしますよ。年末までって言ったらどのくらいかな、半年ないぐらいじゃないですか。その間というのは、私にとっては、とてもいい期間なんですよ。例えば500万あるとするじゃないですか、で5ヶ月回復するまであるとするじゃないですか。均等に、まあ、仕込みたいということであれば、月に100万ずつ入れていくとするじゃないですか。そして12月年明けぐらいから回復する、ちょうど大統領選と重なって一気に暴動する可能性があるということでね。もちろんね、さっき言った、ここまで言ったことというのは、例え話ですよ。例え話。仮定として、まあ、私は言っただけでね。まあ、しかしね、こういった考えというのをね、持って、まあ、投資というのを行ってほしいなと思います。とにかくね、長い目で見てほしいなと思います。
もうだからね、10年15年は絶対に売らないみたいな感じ。よくね、なんていうのかな、握力を試すとか、まあ、そういった感じのことを言う、握力勝負だみたいな感じでね、まあよく言ってらっしゃる方いらっしゃいますけど、まあそうなんですよね。握力が弱かったら手放して売ってしまうわけですよ。握力が強かったらずっと持ち続けるみたいな感じで、まあいてほしいなと思います。うん、まあそうやってね、どんどんあのアインシュタインが言ったじゃないですか、あの今世紀最大の発見というのは、あれ、あ、人類最大の発明か、人類最大の発明というのは複利だということを言ったじゃないですか。複利の元というのはどんどんね、まあ、積み重ねていく、このようなタイミングでね、まあ、なんていうのかな、普通の人というのは慌てふためいてね、狼狽売りを、まあ、決行するわけですけど、その裏で密かにね、あの真逆のことをやり続ける人というのは、まあ、勝ってしまうわけですよ、最終的にね。そうなってほしいなと、これを聞いている方はですね、うん、普通の考えというのを完全に捨てることですよ、うん、逆を行くという感じですかね。もう売りたいと思った時というのは逆の行為をする、まあ、考え、普通はね、あの普通の初心者の投資家の人たちというのはね、正直ね、あの考えられないし想像もできない、もう恐怖でしかないと思うかもしれないけど、それを実際にやっている人たちというのがね、まあ、裏側で大勢いるということは、あの知っていてほしいなと思います。私はですね、個人的な考えで、まあ自己都合的な考えかもしれないけど、当分続いてほしいなとは、まあ、思っておりますけど、そうないことはいかないかなとも思いますしね、うん、この下げがね、うん、いや別に売り、あの信用で売りに入っているわけではないですよ。さっきも言った通り大量に仕込みたいからなだけです。しかしね、もうさっきも言いましたけど、目先の利益だけ、まあ投機的な思考の持ち主というのはたまらんでしょうねと思いますよ、うん、もうね、あの、あ、もう恐怖ですから、もうどうしようどうしようとずっと考えてるんじゃないかなと思いますよ。もう解決策、そうならないための解決策というのはね、もうだって投資の考え自体、そのあまり整っていないというか、そういった方の解決策というのはもうチャートを見ない、株情報の、その下がった暴落みたいな感じのニュースから、まあ、一切あの遠ざかるみたいな感じ、まあ、よく、ね、気絶すると言いますけど、そういった状態というのを継続して、まあ、行うことかなと、対策としてはね、うん、考えないことそれぐらいしかないんじゃないかなと思いますよ、うん、あとは、まあ、こういうあの音声というのを聞くことだとか、まあ、映像を見ることだとか、まあ、投資歴が長い、長けている人の意見を聞くとか、まあ、一番やっちゃいけないのは損切りとか、うん、投資なのに損切りとか、まあ、デイトレとかの手法ですからね、あの損切りというのはね、長い長期的な投資に損切りという手法というのはありませんからね。本人にあの損切りは有効だみたいな感じで書いてあったみたいな感じの人って、まあ、絶対いると思いますけど、絶対やらないでほしいなと思いますよ。もう大損しますからね、高い時に買って下がったら売るとか当たり前ですよ、もう大損します。ということでね、今回のまあ下げというのはね、自軍テロリストによる犯行だということと、あとはそのチャートというのはね、人間の心理状態の表れということで、流されて慌てふためいて、あの全部あの売却というのをしないようにしなければいけないということ、もうなんていうのも本当哀れだなと思います、かわいそうだなと思いますけど、まあ仕方がないことでもあるかなとも思いますしね、うん、落ち着いて、どういう仕組みで下がって、どういう仕組みで上がるのかというのをね、よく考えてみたら、そのまま放置の方があの圧倒的にいいということになるということですね。むしろどんどん買ってほしいなと思いますけど、それはまああの自己責任ということで判断されてください。それでは今日はもうこの辺で終わります。それでは先輩方、また。